待て。よう、お目覚めかい。メンテナンス中の緊急出動。事情を話して。17分前、国会議事堂に爆破予告。警察が追いかけたが、実行犯は逃走、港に潜伏中。でもって俺たちのところに命令が来たってわけだ。私たちが警察の尻拭い？情報は？個人情報はトムさんが追ってる。これだ。容疑者オリベ・オキカツ、テロリスト38歳、元軍人で電子戦の技師。何でも釜山共和国の山ん中から国や企業体のネットを荒らしてたって話だ。ハッキングレベルはかなり使えるみてえだぜ。7分前軍のデータベースをハッキングしてこんなものまで担ぎ出しやがった。アーマードスーツ。そうなると爆破予告は餌で直接強襲するつもりね。戦後賠償のために来日中の釜山共和国大使か。国会を出て港湾道路を移動中。目的はこれね。終わらない戦争を続けてみるぞ。もうすぐ到着だぜ。女、私の他にアクセスしている人間がいるのか。帰って。待て。傷つけないで。この人、悪くない。あなたは誰？この人、戦いを終わらせたいだけ。もう戦争は終わったわ。憎しみにとらわれず、現実を見なさい。待ちなさい。帰って。ループ構造か。お前はその全身擬態で何を追い続ける？オリベ、随分確信にあふれた言い草ね。あなたのように安易なテロリズムで解決しようと思ってないことは確かよ。それは戦いを終わらせるためだ。難民キャンプで俺を待つ妻のために。さっきの女、
あなたたちはただ争いや破壊を続けたいだけじゃ。黙れ！